ねえ、おまわりさんと話してた？うん。何？下着泥棒なんだよ。下着泥棒？うん。この1週間で6件あったらしいよ。えー、やだな。俺あそこの女子寮あんだろ、うん、あそこで1件と、あと1丁目のマンションでもあったなんてよ。下着泥棒、まだ捕まってねえってよ。いやーねー、でもさ、いつも思うんだけどさ、うん、なんで下着泥棒ってそんなことするんだろうね。なんか知らねえけど俺よ。男の人ってさ、うん、そんなに女の人の下着が好きなの？いや、誰か相手が分かんねえパンツなんて嫌だもんな。ババだったらどうすんだってことよな。え、じゃあ若い子だったら嬉しいの？いやいや、そうじゃねえけどさ、俺はそういうの興味ないからさだけどさ、大将よくユリのパンツ覗こうとしてんじゃん。そんなことしないよ。何言ってんの？そうなの？してないよさっきもね、覗こうとしてえぇ、ー、見てるしてないよ。見た、見た。してないよ。何言ってんだよお前。えまさかあなたが犯人じゃないでしょうね。違うよ俺は。そんなことしないよお前。だから警察が言うにはな、なんかあの特徴として小太りで背が低くてずんぐりむっくりで中年男だってよ。でもそんな人いっぱいいるでしょ。まあなあ。ちょっと待って、うん、小太りで背が低くてずんぐりむっくりの中年男って、うん、だってよ、もしかして龍平ちゃんじゃない？まさ、それは、ね、いや、まさか龍平さんはね、そんなことしない。ないと思う、ないと思うよお前な。こんにちは。顔なんかついてる？どうしたらいいんですか？ゆうへん、ゆうへん、なんですか？ちょっと座れ、座れ。はい。なんですか？まさかと思うんだけど、ちょっとお前に聞きたいことなんだけど、ええ、お前、下着泥棒なんてやってねえよな。下着泥棒なんてやってないよな。やってるはずないじゃないですか。バカなこと言わないでくださいよ。そりゃそうだよな、そりゃそうだよな、ええ、そりゃ悪かったな。だからもういきなりそんなこと言ったわ本当に？僕はあの本当に女の勘なんだけど、本当にやってない？すいませんでした。お前やってんの？お前すいません、下着泥棒やってんの？お前すいませんでした。え、いつからやってんだお前？初めてなんですよ。初めて？はい。翔平さん、もうバカね。お前その下着どうしてんだ？あ？履きました。何やってんの？なんでそんなことしたのよ。お前警察行こう。警察。な、警察行こう。いや、ちょっと待ってください。じゃあ、お前が正直言うんだったら、俺が間入ってな、あの大げさにならないで言ってるから。いや、そんなやめてください。何が？前科がつくじゃないですか。お願いしますよ。お前だって、いや、泥棒したんだろう。いや、そうですけど。お前だろ。わかりました。もう返しますから。いや、返せばいいってことじゃないんだよ。今すぐ返します。今すぐ？今すぐ返します。入ってんのか、お前。はい。いや、しょうがなかったんですよ。あのね、今朝起きたらちょっと下痢気味でしてね。で、漏らしちゃって。漏らした？え、で、申し訳ないとは思ったんですけど、ちょっと庭見たら、あの、大将のパンツが、干しちゃったので、ちょっとそれをお借りしましてですね。俺のパンツ？え、返しますから。今すぐ返しますよ。俺のパンツの全部今すぐ返します。やめろ今すぐ、やめろ返しろ。やめろ大将のパンツだもん。やめろ、お前すぐ返します。Subscribe now.